ヨハネス・ハインリッヒ・シュルツはドイツの精神科医であり心理療法士。シュルツは自律訓練法と呼ばれる自己催眠のシステムを開発したことで世界的に有名になった。シュルツはローザンヌ及びゲッティンゲン、ブレスラウで医学を学ぶ。1907年にゲッティンゲンで博士号を取得する。1908年に医師免許を取得した後、1911年まで。 ゲッティンゲンの大学病院の総合診療科で診療した。その後、フランクフルトのパウル・エールリヒ研究所やケムニッツの精神病院、イエーナの精神大学クリニックで、夫をビンス・ヴァンガーの下で働いた。第一次世界大戦中、ベルギーの療養所の館長を務めた。1919年に手術はイエーナで精神医学と神経病理学の教授になった。 1920年、彼はドレスデンにあるハインリッヒラーマン博士の療養所、バイサーヒルシュの主任医師と科学的リーダーになった。1924年、彼はベルリンで精神科医としての地位を確立した。自立訓練法、ダスアウトゲネトレーニングの初版。ありがとうございます。